はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。第2回目 What's in my bag というのを撮らせていただいてから結構ですね日が経ちました。で、またですねちょっと持ち物だったりとか、まあそういったものが、まあ、微妙に変わってきてる、まあ微妙にブラッシュアップされてきてるなというふうに思ったので、今回ですね第3回 What's in my bag by ミニマリストをやってみたいと思います。で、早速第3回に移る前に、ちょっと第2回ですね、どんな感じだったかっていうのを、まあ僕もですね、ちょっと復習しがったら、皆さんと見ていきたいと思います。それではどうぞ。見ていきましょう。はい、これがですね、ヘビな仕事をするときに、入れている荷物になります。はい、という感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、あれからですね、どれぐらい経ったかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、あれから、まあ、現在、どのように変わったのかっていうのをちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。まあ、これがですね、僕の通常モード&、まあ、オフモードのですね、カバンの中身になります。ですね、まあ、ちょっとこれは今、冬ということもあって、この100均で買ってきた耳当てと、100均で買ってきた手袋。まあ、で、これはちょっと冬仕様ということなんですけど、まあ、それ以外はですね、この 32GB の USB メモリーと、この Mac に挿す、このハブですね。いろんなハブ。はい、ここに。あります。で、これと、あとこれリップクリーム。で、これが靴べらですね。はい。で、これが、iPod じゃなくて AirPods。はい、これ AirPods で。で、これがですね、このメンタルノート用のペンです。で、これが、カード入れですね。はい、カード入れ。で、これがお財布です。これお財布です。これがスマホで、Wi-Fi で、これ、かわいいでしょう。はい。で、これがメンタルノート。で、これが、まあ、今日の分の、まあ、レシート。まあ、ちょっと入っちゃってますけど、これレシート入れです。はい。レシート入れです。で、これがパソコン。で、これが、このめちゃくちゃ便利なポケットがいっぱいあるビジネスバッグです。はい。しかも、こうやって持てるし、リュックにもなるっていう、僕はもうものすごい重宝してるビジネスバッグです。まあ、とりあえずですね、これさえあれば、まあ、命の次に大事なネット環境であったりとか、まあ、お金たちもあるんで、まあ、これさえあれば、仕事もできるし、やっぱ最小な軽さにはなってます。ただですね、ちょっとこの MacBook Pro がですね、重いんですよ。1.5 キロぐらいあるんですけど、もうちょっと、これは身軽じゃないですね。これよりもちょっとこう、ファイル転送だったりとかっていう使い勝手が良くて、軽くて、動画の書き出しも早いっていうパソコンがあったらですね、ぜひ教えてください。これがですね、僕がちょっとがっつり仕事しよっかなってなった時の装備になります。まあ、詳しい話は割愛しますけども、まあ、仕事で、まあ、たまにこう10キロの荷物を持った状態で3、4時間歩くっていう時があるので、そういった場合ですね、この四輪のスーツケースにドカッと入れて、まあ、楽々歩くことができています。で、まあ、これ結構大容量なので、せっかくなんで、まあ、こういったですね、三脚なんかも入れています。で、こういった三脚をですね、公園のところに行って、これを立てかけて、で、この上にですね、このカメラを取り付けて、まあ、喋ったりしてます。で、あとこの中にですね、これは、カメラのマイクだったりとか、カメラを、まあ、入れてます。はい。で、入れたやつを、まあ、この中にですね、ポコッというふうに入れてます。はい。で、あとはこういった折りたたみ傘ですね。もうミニマリストはですね、こう、折りたためるものが大好きです。まあこんな感じですね。まあちょっとこうがっつり仕事をしちゃおうかなってなった時はこういった装備になります。はい、出張となったらですね、ちょっと壮大になってきました。まあちょっと壮大というかごちゃごちゃしたものが結構増えました。カメラのバッテリーを充電するやつで、これが外付けの1テラハードディスクで、これがですね MacBook Pro の充電ケーブルです。で、これがですね USB、 このルーターちゃんを充電するためのなぜか2本ある USB 充電器で、これがですねこの iPhone を充電するためのケーブルで、これがですねニベアの青缶、これ最高にいいクリームです。で、これがですね、まあ、プラスチック並みに固まるワックスです。これ、
は最強です。これ本当最強です。でこれが足草予防のクリームですね。はい。でこれがヒゲ剃りです。でこれがですね、あれちょっと自分臭いかもしれないってなった時にかけるアックスです。でこれがですね、もうほんと細かいものがいっぱい入ってまして、こういったものだったり海苔だったり、はい、こういったものがですね、いろいろ入ってます。これさえあれば快適に過ごすことができます。快適に過ごせるし、快適に YouTube 撮影もできるという環境がですね、今のところはこれかなというふうに思います。まあこういったですね、ちょっと季節物に関してはまたちょっと数ヶ月経ったらなくなっちゃったりするわけなんですけど、そうで、あとですね、やっぱここら辺がちょっと身軽じゃないなっていう感じもありますよね。こういったこうケーブルがなんかいろいろごちゃごちゃしていたりとか、こういったものもスッキリできそうですし、うん、なんかこのリップクリームとこのニベアはこれ2 in 1でいいんじゃないかって思ったりですね、結構ですね、こういったまだまだ改良の余地があるよっていうふうに思っているのが結構楽しかったりします。はい、ということでいかがだったでしょうか。あ、ちょっと一つ言い忘れちゃったんですけど、今言ったですね、プライベート用だったりちょっとした仕事用だったり出張用、全部ですね、このカメラも持っていきます。今撮影しているカメラとマイクも持っていきますんで、まあいいのか悪いのかっていうのはですね、全然わからないですけど、でも僕からしたらですね、まだまだちょっとごちゃごちゃしちゃってるなっていう感じはあります。もっとシンプルに、もっとなんか身軽な感じになれるなっていうふうに思ってるんで、まだまだですね、この僕の What's in my back by ミニマリストのブラッシュアップはですね、続いていきますので、もしですね、もっとこうした方がいいんじゃないとかいうのがあればですね、何でもちょっとコメント欄に書いていただければすごく嬉しいです。ドラちゃんはですね、お家でお留守番をしてもらいますし、まあ、チャンネル登録者数がですね、1万人いったらプレゼント断捨離させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでこの動画がですね、ちょっとでも面白かったです、ためになりましたとのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、まだまだですけどね、はい、全然まだまだ、これからもですね、まだまだブラッシュアップしていきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。